の感謝で無茶振りセカンドシーズン。おはようございます。川原みのりです。さて、本日も無茶振り収録ということで、本日はですね、貴公な溝の口店さんにやってきております。さて、こちらの店舗さんはお初ですね。はい、初めての、実践ということで、どんな台があるのかなとドキドキしておりますけれども、今回もやはり無茶振りを決めないといけないんですよね。ということでサイコロ早速振っていきましょう。お願いします。すごいぶん投げてきた。ではいきますね。こっちにしようかな。いいですか。はい、ではいきます。お、転がっちゃう、転がっちゃう。ちょっと待って、人様のバイクに。あ、はい、はい、3ということで、本日の、3番はですね、一撃2000枚を出せということで、割とシンプルな無茶振りなんですけど、まあ、でもしっかり無茶振りだなと思うのは、もう最近2000枚なんてね、なかなか出せなくなってきてるんで、まあ、私個人の問題かもしれないんですが、まあ、でも6号機でも完走させれば、いや完走そんな簡単にするかなっていう感じなので、まあ、機種選び結構大事になってくると思うんですけど、まあとりあえず最終的には青鬼に逃げるかもしれないし、そういう一発台もチャレンジしていかなきゃなと思っておりますので、最後までお付き合いください。それでは実践頑張ります。はい、いろいろ悩んだんですけど、魔法少女マドカマジカ2から、頑張ろうかなと思います。とってもお久しぶりです。おそらく1年以上打ってないかもしれない。夕方来ましたね。まあ、リセットはされていてくれるととってもありがたいです。やっぱ2000枚以上出すって言ったら、やっぱ5号機で最初からはチャレンジしたいなと思って、番長3とか、まあ、聖夜とかも考えたんですけど、最近結構打ちすぎなんで、久々にいいと思ってマドカ2を選んでます。しかもこれ600の天井行くのにも3万弱かかるってことですよ。まあ、なかなかハードだな。大丈夫ではない。お待たせいただきます。君の願いを教えてごらん。いいやつがいいな。お、勝った。これってレア役だったりしますよね。ダメ。ちょっとガツガツ強めのレア役を引いた気がするんだけどな。こんな引けなかったっけ。150ゲーム大丈夫ではない。まあ関西地は600で、それでも1000天井行けば ART 入ってくれるんですよね。ただのボーナスで ART 入らなくて苦しむことも結構あったような気がするんで、それを考えたら天井に600で行ってくれちゃってもいいかも。1万円使っちゃいました。前作でなんか100ゲームとか50ゲームとかレア役引かなかったら汚れたまりましたよね。あれ、それマドカでしたっけ。マドカだったと思う。またあるかな。全然レア役引かないから、マジでスイカとかも全然引かないし、スイカはまだ1回しか引けないんじゃないですか多分。これは天井とか汚れとかで ART にぶち込んで、そこから頑張る感じですね。1か。あ、チェリー。
着地はめっちゃ落ちるな。なんだ俺。あんたは何が狙いなのさ。おや。お、ヨーチェリー、ご発です。なりそうだな。あ、揃えちゃいました。移植ビッグヨーチェリーからです。はい、そんな揃わんかのかな。やった、ダッシュゲットです。何気に今青でしたよね。全然揃うと思ってなかった。さあ、僕はここで見届けさせてもらうよ。お、僕はここで見届けさせてもらうよ。ヒスシさんの一応セリフで、まあまあまあダッシュに入ってくれるんだったら600いかなくてよかったかなってところですね。ではこれが2000枚も一撃出たら今日の無茶ぶりはもうクリアってことで、あとは自由実践ですね。きっとボーナスも中でいっぱい引いて、まあ、ワルポルなんかも引いちゃえば余裕なお話だと思います。50ゲーム駆け抜けだけはないように頑張りましょう。シェリー弱チェー、お、いいですね。はい、あ、なんかしなかったっけ。ダメ、お、スイカです。ん、なんだいチェリー、おー今日チェリー、ありがたい。とりあえず話せ、50ゲームからの、はい、発展です。うーん、ダメなの、上乗せだっただけですね。50ゲーム、みんなには内緒だよ。はい、チャンス目かな。あ、違う、スイカだ。おお、スイカでもお渡ししてくれた。50ゲームです、ありがたい。あ、待って待って、いやー、ワルプルギス、そんなことある？そんな簡単に入ったりする？あれ、いや、降りきてるな。こんな行列だったっけ。なんかもう本当に何も覚えてないや。期待しちゃう。お、待って、チャンス目だ。とりあえず上乗せです、チャンス目。え、なん、お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 、どっちだろう。はい、あー、今チャンス名も引いてますからね。まあ樹海王国入ってるし、さすがに勝つは勝つんですよけど、いや、すごいいい展開すぎて、はい、あ、来た
ワルプルギスだ。やっぱり、まあ、嬉しい。そんな簡単に弾けたっけな。上手か。いや本当にもう速攻で2000枚出しちゃいますよ。平均のゲーム数とかも全然覚えてないですけどね。ちょっと乗せれるだけ乗せます。いや役ゲーム20でかい。ドン50でかい。20ここ、あ大丈夫かい。あ大丈夫だ。いやさすがにそんなんじゃやられないでしょ。うん、起き上がる。あれ、あ今5ゲームですね。すいません。なんか初代のマドカといろいろごちゃになってるんですけど、こんなふわっとした感じで消化していいのかしら。はい、あおい、ややく着々か。あやばいかも、やばい、こいつはまずいかもしれない。起き上がって、起き上がれない。わあ意外とちょっとしょぼかったな。あまだよ、はい、まだよ、はい、すみませんまだでした。よしよしよし、300ぐらい行きたいな。10、おーか、はいはい、10戦目来てます。お曲流れ始めたな。ここから何戦かが確定、継続確定になるのは初代の話だったかな。まあでもこっちもそうだと思う。はい、あごめんなさい、5ゲーム。20 OK。 ここか、うん、よし、おう、危なそう。あ、いや、大丈夫か。立ち上がれ。ホムホム。お、終わりか。190。あ、まだ。そして引いてる。はい、これで200いきました。さっきだとか乗せないかな。おっ、おーよよよよ、はい、30でかい。終わる気がしなくなってきたな。でかいのお願いします。怖いな。あ、これはちょいと強い。20、OK。おっと。立ち上がる。いや、どうも、どうしてもこうしても、いや270、まだです。はい、すごいね、ここで出早く引くんだ。10、
いや、あんなしょぼい攻撃でまだです。はい、まだなんです。300いけそうだな。でもあちら側からの攻撃が多い。毎回不安じゃん。あ、ついに、あ、まだです。すいません。はい、おーおー、びっくりした。なんかちゃんと叩けてないかと思ったら、ショートフリーズいただきました。これ3桁とかのやつだったよね。どう、あ、50か。まあ意外と少なかった。いや、ちょっと欲張りになりすぎですね。ダメだ。いやいや、なんだ、時間速攻フリーズとかかな。おい、お、準備に終わり、あ、終わった。ついに、ついにかな、ついに、はい、終わりました。すごい、345ゲームも乗っちゃった。え、これマジで2000枚いけますよ。もう今はね、消化して400枚ぐらいも多分出てるし、余裕ですね。まあこれをさらっと駆け抜けないようにいきましょう。まさかこんな簡単にワルプルギスのより入るなんて言ってはいたけど思わなかったからちょっとびっくりしてます。ボーナス絡んでくれないと大した枚数にならないな。このまま消化したら絶対これ駆け抜けそうな気がするんで。